まあ、11月ということで、秋らしくなってきたら、まあ、それを伴いまして、朝晩の冷え込みも厳しくなるということで、体の調子を壊してる人も、うちの息子も壊れてたら、軽いでたし、あるようで、なかなか、春と秋がほとんどないという、厳しい、状況になり変わってきてるなと思っています。今年の夏についてはそういった中で、大変な、猛暑、そしてこの地域が渇水という事態だったと思います。そしてその後9月の18号台風に始まりまして、10月は台風が観測史上最多ということで5つそのうちで、26、28号ということで私どもの、町もいろんな影響を受けました。先月25、26で開催を予定しておりました URT 都市サミットについては、まあ、警報が必ず日本の結構広い地域で、出るだろうということが予想されましたので、やむなく出動させていただきました。こういう気象が今後も続くと、10月にイベントがたくさんあるのが、いろんな私どもだけではなくていろんな、小説家も含めて、頭を悩ませるところになっていくんじゃないかなというふうに思っております。それ以上に、影響を受けましたのは、実は、10月の19日、19日間、開催をさせていただきました、59回目の豊橋祭でございます。初日から雨が降ってた、まあ、初日はまあそれでもなんとか、ダンス三昧のメダルマスクになっていました総踊りまで、やれるやって、まあそんなに困らない程度の、雨ですので、子どもの総踊りもいろんなダンス三昧のダンスのコンテストも、なんとかトラブルなく行ってたかなというふうに思っております。ただ2日目は朝から、まあ、たまに雨が上がっていただけで、降ってる時はかなり、大粒、降雨の多い状況がありました。ちょうど別のイベントで、卵屋さんたちが卵の、その公会堂の前でやってたんで、その私の挨拶から土砂降りになりまして、どうなるかなと思って、その後ディズニーパレードでしたもんですから、ディズニーのパレードも、心配してたんですけれども、お客さんはまあ雨のためだいぶ随分減ったんだろうなって結果を思います。それでもまあ回答を、それだけあの下りの通り入ってからはお客さんかなりにここに僕らがスタートするラインのところが賑わってます。ディズニーの方も透明の雨傘を着て必死に踊っていただいて、見ておられておられた方も雨降ってでも来てよかったなという声を周りの人たちも言ってましたので、喜んでいただけたんじゃないかなというふうに思ってます。ただパレカの方はね、やっぱり、参加を取りやめた団体が結構多かったもんですから、いつもあのどっちかというと流れが滞って時間が経つのが心配だし、警察は259号渡った後渡らせるのに苦労してたんですけど、今回は全くその心配はいらず、逆にあの一団体過ぎると次のがいつ来るだろうかってこう入り口の方を覗いているようなそんな状態でありました。それでもあの思ったよりもお客さんは通り沿いにいていただけて、バレカ参加したグループもあのまあ、十分にとは言わないまでも満足できたパレードができたんじゃないかなと思います。ただあの最後のですね、フィナーレはさすがに豊橋球場水がついちゃった状態、それから舞台の上も水浸しの状態でしたので、やむなくこちらの方は、中止とさせていただきました。雨の中取材をいただきましたことに心から感謝申し上げたく思います。そして11月の3日つい先日の、日曜日でございますが、秋の街中放射天国と、じゃないと豊橋音祭りを、開催させていただきました。日野工事1丁目ときわアーケードに加えまして、周辺の子ども未来館、など9会場に大勢の方たちがその歌やダンスに協力していただけたというふうに思っております。またあの、ふるさと大使の松原健さん、ご参加いただきました。商店街の活性化キャンペーンとして、作られた新曲、まだ来年になってから、発売になるということで伺っていますが、商売大繁盛という新しい歌を披露していただきました。松健さんの
出たステージの前には、まあ、人がいっぱい人だかいてる形になったというふうに考えて、私もちょっと横浜のイベントがあって、横浜のイベントの方に新幹線の中に乗ってた、ちょうど乗ったぐらいの時間だったと思いますが、手ぬぐいのサービスとそのサービスを受けるためにお店に駆け込んだ人たちがすごい勢いで殺到したというふうに伺っております。まあこうした、商売大繁盛、プロモーションの、ビデオも富山市内でも撮っていただけたということもありますが、この曲に負けないように、街中再生のにぎわい創出、そうした事業を進めてまいりたいと考えています。そして、これから先の話ですが、今週末9日から塩川教育センターで企画展ジャンボスゴロクで体感日本の宇宙科学の歴史と未来を開催させていただきます。この企画展につきましては、イプシロンで今年打ち上げられた固体燃料ロケットですね、この打ち上げに、全国の着実に、今日本の宇宙科学技術が進歩していると思っております。模型映像実験クイズなどでそういった条件を楽しく紹介し、子どもたちに、エンジニアリング、科学の素晴らしさを分かってほしいと思っています。今月30日の土曜日には、JAXA の宇宙科学研究所教授の坂本誠一さんから、サイエンス講座を、開いていただくという予定もしております。子どもから大人まで、初心者からまたマニアの専門家の方まで、広い範囲の人に、楽しんでいただける内容になっておりますので、取材の方もお願いいたしたいと思います。本当は一番楽しみにするのは私なんですけど、私の仲間が開発しているというでございますので、はい、とても関わっている人間が多い、とても友人が多い分だけ、どんなふうになっているかなと楽しみに心配しています。そしてその翌日の10日の日曜日でございます、恒例の二川塾本陣祭り、まあ、ちょうど B1 の日にぶつかっちゃったんですけど、その大名行列が、二川塾の、東海道旧東海道の道筋一帯で行われます。平成3年度から開かれている、実家製菓、そして福田川本陣館の、資料館の PR を、目的にされたと思って、今年が23回目。一般公募で選出されました、また姫様、琴姫様はもうすでにね、皆様方の前にも、何度か、顔を出していただいていると思いますが、そして、大楽校が今年は、有楽製菓の、富山市夢工場の工場長さん、が、出場される予定ですし、ちびひめも今年も、二川小学校、南小学校、谷川小学校それぞれから、6年生の女の子が一人ずつ参加していただいて、総勢300名余りの、大名行列を繰り広げていただくというふうになっています。まあ、江戸時代の街道風情とか今そのものに、なろうかと思って、やっこさんの踊りとか懐かしいものがたくさんございますので、期待をしていただけたらというふうに思います。私からは以上でございます。